どうもこんにちは、コーキーです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、 MacBook 好きの方とちょっと話をしたいなと思います。ちょっとね、いきなり質問から入らせてもらうんですけど、あなたのね、理想の MacBook ってありますでしょうか。これはね、何でもいいです。例えばあの MacBook がね、忘れられないんだよねとか、あの頃のね、 MacBook のデザイン性だったり、軽さが良かったんだよねだとか、いろいろで大丈夫なんですけど、人それぞれによってね、いろいろね、思い出だったり、今後のね、Apple にまたこうしてもらいたいなっていう願いがね、たくさんあるかと思います。なので今日は僕の理想だったというか、ちょっとね、忘れられない MacBook について、簡単になんですけど、雑談っぽく話していこうかなと思っております。ぜひね、最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではね、今回も早速始めていきましょう。本題に入っていきます。今日は、MacBook のね、性能がうんぬんだとか、中身がねどうだとかっていう難しい話はせずに、思い出のね、 MacBook について本当に好きに語っていこうかなと思っております。で、まずね、僕がね、忘れられない MacBook っていうのが今ここにありまして、それが MacBook の11インチですね。これ MacBook Air ですね。これ何年のモデルだったかな、2012年とか11年ぐらいの、僕がね、最初に使っていた MacBook Air になります。この MacBook Air の忘れられない点というか、今後ね、新しい MacBook Air にこういうものが追加されたらいいなっていう願いも込めて話していきます。僕がね、本当に忘れられないポイントっていうのが2つあります。で、1つ目は、なんといっても、サイズ感です。ここ最近のね、MacBook Air の最小のサイズっていうのが13インチまでになっていますよね。今ね、僕が使っているこの M2 の MacBook Air でも、当然ね、軽さっていうのは感じられるんですけど、本当にね、この11インチにはね、正直かなわないなと思っています。特に、僕みたいに普段から、外出先で MacBook を使いますっていう方でしたり、カフェでね、作業しますっていう方には本当にね、重要なポイントですよね。重さに関して言うと、今ね、僕が使っているこの M2 の MacBook Air と、この11インチ MacBook Air の重さをちょっとね、比較してみたいなと思います。で、今のね、 M2 の MacBook Air がだいたい 1.24 ぐらいあって、で、この11インチのね、 MacBook Air は1キロぐらいあります。数字上ではね、約 240g ぐらいしか変わらないので、そんなにね、軽さっていうのは変わらないんじゃないかって皆さん、思いがちだと思うんですけど、いざね、手に取って比較してみると、やっぱ結構ね、11インチ MacBook Air 軽いんですよね。できればね、今後のね、 MacBook Air で12インチだったり11インチだったりの復活をね、願っております。はい、続いてね、2点目の忘れられない点は、デザイン性です。今のね、 M2 の MacBook Air の、フラットなデザインというのも僕は大好きなんですけど、1点だけね、復活させてほしいポイントがありまして、それはこの光るリンゴマークですね。僕的には今の光らないアップルのデザインより、光ったアップルデザインの方が正直好みです。たまにね、この11インチ MacBook Air も使うことがあるんですけど、やっぱり使っている時にね、光ってるリンゴマークってやっぱかっこいいなって改めてね、感じますね。僕がね、初めて MacBook いいなって思った時に、音楽業界の方だったり、映像ね、映像業界で MacBook を使っている方が、この光るリンゴマークでね、舞台だったり映像っていうのを作ってるところを見てたので、光るリンゴマークかっこいいなと思って、その憧れがあって、最初のね、この11インチ MacBook Air を買ってもらったっていう記憶がね、あります。本当にね、その当時はそれが決め手になって、親にね、買ってくれって言った思い出もね、あります。この点も含めて、この2点ですね、デザインと、軽さかな、サイズ感というのを、今後ね、本当限定でいいので、復活してもらえたら本当に正直嬉しいです。はい、というわけでね、今回はこの11インチの MacBook Air について、本当にね、僕なりにだったんですけど、話していきました。皆さんはどうでしょうかね。この話を聞いて、少しでもね、あの時の MacBook Air 良かったなとか、いろんな思い出があるなということを少しでもね、思い出してもらえれば嬉しいかなと思っております。それに加えてね、ぜひその思い出だったり意見があればコメントでね、教えていただけたら本当に嬉しいです。僕はね、改めてなんですけど、本当にできれば光るリンゴマークと、11インチモデルか、もしくは12インチモデルの MacBook Air っていうのを、先ほどもね、言ったんですけど、本当期間限定でいいので、限定販売をしてもらえたら本当にね、嬉しいなと思っております。はい、というわけでね、こんな感じで今回もお送りさせていただきました。この動画ね、後期オリジナルでは、普段からね、こういったアプリ情報を中心に、たまにはね、生活を少しでも楽にするようなアプリの紹介でしたり、物の紹介ということもやっておりますので、少しでも参考になりましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画を見てくださって本当にありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。後期でした。バイバーイ。